こんにちは。朝鍼灸整骨院の加藤正樹です。今回はお正月太りをしないように自宅で簡単にできるエクササイズの方法を紹介したいと思います。と、まず用意していただくものとして 500ml のペットボトルですね。これも水をしっかり入れてあげると 500g の重りになりますので非常に効果的です。で、この重りペットボトルを持ってですね、こう右手で持ちます。で、この状態でこのペットボトルの重みを感じながら、こう左側をぐーっと伸ばすように。で、伸びたらこう戻してください。だいたいこの間3から5秒ぐらいですね。で、をかけてこう曲げて元の位置に戻してくる。これで片方10回やってください。じゃあ次は反対を同じようにやってください。で、あと一つですけど、このペットボトルをですね、この足でこう挟みます。で、この状態でこのペットボトルを潰すようにぐーっと内に力を入れていってください。これも大体3から5秒ぐらいですね。力入れたらゆっくり戻していってください。もう一回ぐーっと3から5秒かけて潰すようにしてください。で、5秒ぐらい経ったらまた戻すように。これも大体10回ぐらいですね。していただいたら、この2つのエクササイズをしていただいたら、この横っ腹ですね、引き締めることもできますし、今のだったらこの足の内側ですね、内ももを引き締めることができますので、またそのこの辺の筋肉っていうのはすごい大きい筋肉ですので、この辺の筋肉がついてくると代謝もアップして痩せやすい体にもなりますので、このお正月食べ過ぎたなと思った時はちょっとこのエクササイズをしてお正月太りにならないように気をつけてほしいと思います。それでは皆さん、またお会いしましょう。さようなら。